はい、どうも赤ちゃんです。前回お金稼ぎにここですね、波隠れの岩窟っていう隠しダンジョン、ここ利用して歩いてリーナっていう機能を使ってお金稼ぎしてたんですけど、ここよりもっと効率のいい場所、一応あるんですよ。説明しよう。トレザの大解放具、歩いてリーナは、歩いた距離かっこ足踏み負荷かっこ閉じが長いほど、危険度レベルが高い場所で歩くほど、より多くの銭を払うことができるんだがね。ちょっとアウェイな場所で、かなり遠出をしないといけないんですけど、ここですね、ちょっと登録してませんけど、マルサリム地下墓地っていうところ、ここは波隠れの岩窟は危険度レベル45でしたが、こっちは50というわけで、歩いてリーナので手に入るお金もこっちの方が上というわけでね。今マルサリムっていう町、ここもアウェイですけど、一応行ったので登録してますけど、ちょっといっぺんサンシェイドから歩いてここまで行ってみましょうか。これまでも紹介した敵エンカウントランスをリセットする方法を使えば、敵に出会わず最南端まで行くことはできるので、行ってみましょう。でサイラスか学者のエンカウント率半減の能力、これが絶対必要ではありますけども。まずこのエリアチェンジで敵エンカウントランスはリセットされますね。ここはちょっと道のり長いけど大丈夫かな。セーブポイントまで行けるかどうか。よし、行った。でここでセーブでリセット。これでも敵エンカウントランスはリセットされました。もうちょっとですね。ここも危険度レベル45なので、ここでも十分お金稼ぎにはなりますね。ここで一旦セーブで、まだマルサリムに来てない人はこっち行ってマルサリム登録しておきましょう。では今から地下墓地行きましょう。地下墓地へは敵に出会わず行きますね。大丈夫です。そんなに長い距離ではない。危険度レベル50。波隠れの岩窟では低確率で敵に出会うくらいの距離で、それで2000円ほどでしたが、こっちはそれより、もう敵ほぼ出会わんかな、出会わんくらいの距離でもう2500円くらいもらえます。あまりにも最短コースで走っちゃうと2280円になりますけど、今のところで引き返して戻ると2500円くらいになるはず。どうだ。あー、2280円か。もうちょっとあかん、すまん、あかんかな。いや、最短を走りすぎたか。この辺やったらいけるやろ。ちょっとだいぶギリなんですよね。ギリギリ2500円もらえるかどうかという距離なので。あれ？あれ？おかしい。あれ？この辺かな？踊り場行ったあたりかな。波隠れの岩窟の時より距離は短いので、敵に出会うことはほぼないはず。あれ？まだか。この辺かな？二つ目の階段をちょっと登ったあたり。敵に出会うことはないですね。おお、オッケーオッケー。2565円。よし、この状態で、今、8万5000円くらいか。じゃあ、何百年岩窟の時みたいに、1時間走って、時給おいくらか、今から測ってみましょう。よーい、スタート！
よってやってしまいましたが、強えなほんま。まあ絶滅はすぐやし、そんなにタイムロスではないです。さっきの2280円の距離やったら、まあほぼ出会わんでしょうけど、やっぱり2500円マラソンの方がいいと思う。そっちの方がはるかに効率はいいはず。さあ1時間マラソン終わりました。時給おいくらか見てみましょう。ドゥルルルデンデンデン、おお、最初8万5千円やったから、33万5千円くらいですか。おお、波隠れのガンクスの時は時給25万円くらいでしたけど、ここはもう30万超えですか。やっぱ違いますね。全然違うわ。素晴らしい。ダリやるやん。さすが NHK の末裔だぜ。あの敵に出会う回数もね、あの波隠れのガンクスより少なかったですね。マラソンそろそろやめようかなってところで、なんかちょっと立て続けに出会ってしまいましたけど、まあ波隠れの岩窟よりかは、あのあんまり敵に出会わへんし、その上で、2500円でマラソンできると素晴らしい。で、敵に一切出会うことなくこのマルサリム地下墓地にたどり着くこともできるし、でまあ最速ではトリサがサイラス主人公にして、でトリサがサイラス仲間にして、でサイラスがサポートアビリティのエンカウント半減の能力、これを手に入れさえすればノーリスクでここまで来て時給33万5千円のマラソンができると、そういうことですよ。こんな最序盤でそんなことができるというわけですよ。まあここは一番おすすめだと思いますね。まあ他にも遠出したら、あの危険度レベル55とかもありましたけどね。確かこの辺北の方行ったらまあいけます。このゲームは選んだ主人公が第1章をクリアすればもうほとんどの場所行けるようになるんですよ。なので頑張ればまあもっと危険度レベル高いとこ行ってマラソンしてお金稼ぎということもできはします。まあ敵には出会うだろうなと思いますね。敵に一切出会わずここまで遠出して効率のいいマラソンするとなったら、このマルサリム地下墓地が一番おすすめだと思います。よし、セーブも完了。じゃあ今回はここで以上とさせていただきます。ありがとうございました。次回の序盤お金稼ぎはどうしましょうかね。まあ一旦序盤のお金稼ぎはここでまあ区切らせていただきます。まあしばらくはアイテム集めかな。